おはようございます。速稼塾の久保です。というよりも、ちょっと今日はね、徹夜をしてしまいまして、お見苦しいところをお見せします。この格好のまま失礼します。本日の放送なんですけども、先ほどちょっと吹き込んだんですけども、5月11日は実はですね、南海トラフの予測がされてる日でもあったんですよ。まあですから、ご警戒をと言っても警戒することが地震の場合はできませんので、なんか身の回りのものだけね、もう一度整理しておいてもいいんではないかなと思います。まあ、通常の暮らしを送るしかないですよね、でもそうは言っても。これがね、地震の予測のたちの悪いところで、どうしようもないと言いますか、地震っていうのが分かってもやりようがないし、分からなくても困るしみたいな感じですよね。はい、それではね、5月の予定をこれからお話していきます。今日はですね、5月11日ですね、ちょっと日付を変えましょうか。はい、すべてのオフ会の締め切りはさせていただいたんですけども、京都の方はまだね、5名ほど空きがあるそうなんで、まだ京都の風水オフ会、24日ですね、これはね、5月の24日、こちらの方は追加できると思います。まだ余裕があります。ご希望の方は、幹事の天野さん、天野先生ですね、風水鑑定士の天野さん、こちらの方に連絡を私の方から入れますので、ご希望の方は私の方にメッセージをください。その後、天野先生から、連絡が行くようになります、メールでね。あ、由美さんもそうですか。不気味ですよね。不気味なんですけど、やりようがないですよね。どうしましょうかって話ですよね。今日もきっちり生きていくしかないかなと思います。で、その他なんですけども、6月の3日、これ山形のオフ会になります。6月の3日に、仙台の方に行きまして、仙台から山形の方に向かいます。あ、ユミさんね、地震のお話ですね。地震分かりますよ。ちょっとね、結構今日は何かがあるのかなって気はするんですよ。私も予定を入れずにいつも一日中自宅にいようかと思うんですけどね。なんかね、日付に11が並ぶ日に地震とかがテロとかが起きやすいみたいなことを聞いたんですけども、迷信かもしれないですけどね。ちょっと気になるところですよね。はい、ということなんで、京都の腐海が5月の24日、こちらの方まだ空きがあります。その他、6月の3日、山形の腐海、こちら3名の参加になりましたんで、プラス山形の3名の方、プラス私と、もしかしたら仙台でご一緒してくださる仙台の幹事の方が、山形も参加すれば5名ということになるかなと思います。連絡は以上ですね。18日ですか、18日、19日のオフ会は富士市と海老名なんですけども、こちらの方はすでに締め切りさせていただいてます。それから三重のバランスボールオフ会も、もう思わずね、人数がすごく増えちゃって、もう参加はこちらの方も締め切らせていただきました。すいません。で、あと5月の28日は、アクセスを取って、ね、月収が300万とか400万、この辺りの、私と同じぐらい売ってたというね、あやさん、こちらの方が東京から私のところに来てくださるということですね。そんな感じでいろいろと予測を申し上げました。予測なら予定を申し上げました。今日もよろしくお願いします。私はちょっとこんな格好なんで、すいません。このまま失礼します。